こうやって一緒に南相馬と東京と行ったり来たりしながらね交流してくれてる子どもたち、ちょっと声を聞いてみたいと思います。1人6年生で参加してくれてます、キキちゃん。はい、イエーイ。はい、マイクどうぞ。キキちゃんはですね、杉並区の6年生なんですけどもね、唯一なんとこのチームの中でお姉さん6年生なんですね。どうですか、この年下の子ばっかりの中で踊る気持ちはいかがでしょう。面白い子が多いですよね、この子ね。一風変わった子ばっかりいますよね。ね、おかしな子ばっかりですよね。え、言い過ぎですか、すいません。そうだそうだと言われました。これ、ひろと君ですね。どう、キキちゃんはおかしい方ではありますか、学校の中でも。キキちゃん自身は。いい子ですか。そうですか。ね、こんないい子も踊ってくれてるんですけどね、本当に。はい、キキちゃんありがとうございました。キキちゃんでした。じゃあ次はですね、南相馬から、来てくれてますりょんた。イエーイ、りょんたです。はい、マイク。りょんた何年生だったっけ。4年生。マイクこう近づけて喋っていいからね。マイク近づけて喋っていいからね。4年生です。4年生、南相馬の4年生ですけども、東京に何度もこう踊りに来るでしょう。こう東京 いっぱい来てると思うんですけど、どんな感じですか。東京と福島行き来するたびにスカイツリーがあって、もうスカイツリーを見飽きました。そんなに来てるの。まあマイク持ってしまってください、はい、どうです、そんなに来てるの。まあ、あんなでかい建造物南相馬ないですけどね、まあ、一番でかいのって何ですかね。鶴ヶ城なんですか。え、鶴ヶ城じゃないんですか。鶴ヶ城、鶴ヶ城、鶴ヶ城、福島の鶴ヶ城。そう。お城がありますもんね。お城好きですか。大嫌いです。ああ言えばこういうね、両方です。はい、ありがとうございました。それではもう一人、杉並区からね、参加してくれてますのんちゃん。イエーイ。綺麗どころです。あ、すみません、かぶってますか、ひろみさん。すみません。のんちゃんです。のんちゃん何年生でしたっけ。5年生です。彼女はですね、もう本当に、南相馬にですね、一緒に踊りになるのね、行ってくれてて、本当に向こうのね、方言もいろいろ覚えて、何でしたっけ、なんかサスケね。わかります。わかりますよ、皆さん。サスケねって言いますよね。あの南相馬の方、わかりますよね。はい、サスケね、もう大丈夫だっていう意味ですよね。そうですね。とかね、もうこの顔でね、シティガールなんですけどね、相当南相馬弁をね習得してますからね。彼女もですね、花束プロに入ってどんな感じですか。何か変わったことありますか。違う県の人と交流ができることが楽しい。はい、違う県の人と。そうですね。なんかこれからも頑張って続けていってほしいと思います。すみません、一回止めれますかね。止めてもらえますか。はい、変わったことね、違う県の人と。またこれは続けていきたいですよね。はい、そうですね。できることなら。踊っててどんなんですか。とても楽しいです。南相馬行ってどんなんですか。とても楽しい。リアリングを設定。はい、ありがとうございました、のんちゃんでした。では最後に南相馬から、ゆうちゃん。はい、イエイ、ゆうちゃんです。こんにちは。ゆうちゃん、このステージで踊ってるとどんな気持ちですか。なんかいつも舞台で踊る前すごく緊張するけど、踊った後はもう一回やりたいなっていう気持ちになります。癖になる感じですね。このみんなの視線を浴びてですね、ステージに上がって気持ちがいい、年からの舞台女優ですね、本当にね、逸材なんですね。それでこの仲間たちはどんなですか。一緒に絶対一生忘れられない友達になると思います。そうです。ありがとうございます。ゆうちゃんでした。